この一覧は、メジャーリーグベースボールのアメリカンリーグ中地区に所属するクリーブランドガーディアンズの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。なお、レギュラーシーズン及びポストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。 ナップスで13年プレーし選手兼任監督も務めたナップラ・ジョイ。当時のチーム名は彼の名から取られ、名実ともにチームを牽引した。クリーブランド・ガーディアンズは1901年のアメリカンリーグ創設時に加入。クリーブランド・ブルース、クリーブランド・ブロンコスとチーム名を変えたが、1903年、ナップラ・ジョイの加入に伴いクリーブランド・ナップスとなる。 1915年、ラジョイが移籍したためクリーブランド・インディアンスとなった。2021年11月18日には、ポリティカル・コレクトネス対策のため、チーム名を現在のクリーブランド・ガーディアンズに解消した。現在までのワールドシリーズ優勝は2回。1920年に初優勝を果たし、1948年には2度目の優勝を果たす。その後、 現在まで4度のリーグ優勝、8度の地区優勝を果たしたが、ワールドシリーズ制覇には至っていない。判例、ありがとうございます。